イタリア政府銀行に公的資金注入を検討イギリスの EU からの離脱決定を受けて不良債権を大量に抱えるイタリアの銀行が資本不足に陥るのではないかとの懸念が強まっておりますそんな中イタリア政府は多額の不良債権を抱える国内の銀行に公的資金の資本注入を含めた新たな救済策を打ち出す方針です、えー 保険で経済規模第3位というイタリアですんで、まあ、ギリシャ危機のようなことが起こると、インパクトも大きいと、で一方で EU の中では、国レベルで民間に対して露骨な援助をするんじゃねえというようなことが言われていて、また喧嘩になりそうですねこれだからこれをやってはいけないというと、はいえー、イギリスの EU 離脱の二の舞をうん、ね。要するに EU っていうののはこうブリッシェルの、はい この非常に複雑回帰に作られ回帰と言っちゃいけないかもしれない <laughs> 非常に複雑に作られた、えーえー、EU 法、はいう方法,法にを完全に理解して、えー、それを駆使できるこう<ー>まあなんて法律家、はいまあ、悪,悪い方すると「法という言い方をする人もいますけれどうそういう連中がの牛耳っていてなんだかんだ国家の。 国にあの加盟国に文句つけてくると文句をつけるのが彼らの仕事だというね、<laughs> はい、そういうイメージがあるわけよ、<ー>イギリスにもそういうイメージがあったわけ、<ー>でこれ、よく言うと法の帝国だ、法の帝国っていうかな、要するにこう法が遵守される。 えー、<ー>べきものであるというにうに肯定的に、はい、法の帝国っていう言い方は悪い,言い方じゃなくて褒めていってかつては言われたんだけれども<ー>こうある種の合理性によって統制されてるから素晴らしい、はい、でもそれがねやっぱりそんなふうにはいかねえんだよっていうことがどんどんほころびが見え始めたのが、はい、あの昨今の状況でしかもその法の帝国っていうのは、はい、まあはっきり言ってドイツにとって一番おいしいという状況。 だったわけですから、はい、でですね、ええ、この銀行に公的資金注入というのは私たちにとっては非常にこう親しみのある、はい、私たちの歴史経験の中ではとても親しみのある話でまさに、えー、日本の不良債権問題というのは、はい、このこうやり方によって解決したすることができたわけですよ最初は小泉政権っていうのは、はいえー、銀行の不良債権問題を法的処理によって つまりま、あ,あり手に言うと会社潰しちまうと、はい、いうことによってやろうとしたんだけど、あまりにはそれはマイナスが多い。えー えー、失業率だってあのときに5%を超えちゃいましたからね、ーえー、リーマン・ショックの時と同じくらいの激震が,全が日本中に走ってしまって、これ無理と、はい、いうことになって <laughs>、えー、もっと穏やかな方法で公的資金を注入して、はい、穏やかな方法でこうあの不良債権をお処理していくという形に切り替えてるんですよね。 処理をししていきましょうとそういう、どちらかというとお、ソフトランディングに近いやり方。うんところが、じゃあ EU はそれを認めるハードランディングやるっうか要するに前期小泉政権のお、まあ、ちょっと無茶な政策と。金がねて銀行は潰しちまえばいいだろう、そう<と>そう、ゾンビ企業なんて潰してしまうべきだろう <laughs> っていうような、そういう発想ですよ。<laughs> はあ、そのほが構造改革が進んでいいと そういうやり方がだめだっていうのが、今までの歴史が、はい、証明していると思うんだけどこの、この間の歴史が証明していると思うんですけどね、まあこれは見ものですね、<laughs> ですから、でも全体として、見てで、まあ、あのやや対岸の火事的に見つめることができるとするならば、はい、まあやっぱりヨ,ヨーロッパはちょっと立ち直ることがなかなか難しいんじゃないかなと。うーん ここままで試験をもう預けてしいややがてこれがイタリアだけではなくてフランスそしてドイツにまで足元に日が回ってくるんじゃないかなという気がしますけどね青いデフレの日ってやつですけどね<ー>青白いデフレの日が <laughs> それはちょっと恐ろしい展開